歌声はミルフィーユ。次誰にします？はい、次は私行きます。みんな拍手。なんで部長の時だけ。2年3組古城愛理、アカペラ部の部長をしております。担当はセカンドコーラス。趣味はアカペラとアニメ鑑賞。特技はピアノ。苦手なものはアボカド。寂しがり屋の乙女座 AB 型。身長163センチの足のサイズは24センチ。マイナンバーカードの末尾一桁は7です。すっごい教えてくれる。他に聞きたいことある？いや、十分聞いた気がするっすけど。もっとあるだろ、みんな。愛理に聞きたいこと、興味関心が溢れて止まらないだろ。レイレイ先輩、目が怖い。はい。アイリス先輩はなんでアカペラ部を作ったんですか？おっと、いい質問です、クマちゃん。ボン、10ポイントを差し上げましょう。なんの？いいな。アカペラ部を作ったのはやっぱりアカペラが好きだから。もちろん歌うこと自体好きなんだけど、コーラスやってみんなと目と目を合わせてハーモニーを作ってるとね、繋がってる気がするんだよね。分かり合えてる感じがするんだよね。その時のワクワクとゾクゾクする気持ち、ほっと安心する気持ち、わかる？うんうん、わかる気がします。私も少しだけ。私ボイパだけど、なんかハマった時の気持ちよさはわかるっすよ。そう、そんな感じで歌と歌で手をつなぐ楽しさをみんなと共有したくて、高校でも一緒にアカペラやってくれる人が集まればいいなって思って、レイレイと一緒に作ったの。バンドを組める人数が集まる日が来るなんて思ってなかったけどね。だからせっかく集まったみんなで楽しくずっと歌っていけたらいいなって思ってます。よろしくね。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。よろしくお願いします。幸せ。歌声はミルフィーユ。